すでにテレビアニメで登場していた乙骨ユータの伏線、2年ズ初登場パンダがマキに言う、でもユータといる時は少し丸くなるよな、これは映画を見るとなんとなく意味がわかると思います。シグロの発言、あと一人乙骨先輩って唯一手放しで尊敬できる人がいるが今海外、劇場版の最後にご注目。五条の発言、みんな優秀だよ、特に3年計り2年乙骨、彼らは僕に並ぶ術師になる。東堂の発言、こいつらが乙骨と3年の代だね、俺はただこいつらが乙骨の代わり足りうるのかそれが知りたい、乙骨に伝えとけ、お前も出ろと。五条の発言、計りに乙骨、そっちの東堂、生徒のレベルも近年急激に上がってる、去年は人数合わせでユータが参加したんだ、理科の開示前だったからな、圧勝だったらしいぞ、許さんぞ乙骨ユータ。乙骨いねえじゃん、乙骨がいないのはいいとして1年2人はハンデが過ぎないか。パンダの発言の回想で乙骨が映っております。そして第2クールのオープニングテーマ、ミゲルと一緒に海外にいる乙骨が映っております。劇場版を見てからアニメを見返すと新しい発見がある。